じゃあ、じゃあその高校、じゃあそのバレンティーナ、おうち、パルリアもインジャポネーゼコン、バレンティーナ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バレンティーナはもうすぐ日本に行くので、1年間、半年間、1年間、今バリージャーをしているところなんですが、はい、絶対に持っていくものってありますか？ありますよ。例えば、日本で、なんかデオドランテ、うん、デオドランテの種類は少ないし、うん、だからイタリアから持っていった方がいいと思います、はい、その後、これは私にとって大事なことだけど、日本ではあんまり売ってないものは、うん、サブネインティモですよね、うんうん、なんか日本ではビデがないから、うん、日本人はなんかサブネインティモをあんまり使ってってないみたい。ゼロ使ったことない。使ったことないですよね、うん。聞いたこともない。そうだね。うん、困ります、うん。困るよ。イタリアだと毎回でしょ。うん、何回も使うの、そのサポネインティモ。毎回使う。一日に何回も何回も使うの。そう。で日本ってどうするの？その何回も使えないの。困る？ビデないの。そうだね。困ります。うんそれは我慢するしかないよね。ウォシュレットがあるから、ウォシュレットで水でさーっと。そう。私はウォシュレットの大ファンじゃないです。あ、そう？うん。ウォシュレット好き。ちょっと嫌な。あ、そう？嫌な感じ。あ、そう？そうだね。うん。そんなに、うん、好きじゃないです。ごめんなさい。すいません。あとは？は、なんか、うん、朝ごはんなら朝ごはん、うん、私は毎日なんかビスケットは食べてるけど、うん、日本ではビスケットの種類はなんか多くないと思います。なんかにイタリアではマリービスケットみたいな。マリービスケットって知らん？知らない。あの、はい、こう丸い、あこうちょっとチョコチップ、チョコチップじゃない？あまた違うかな。また違う。そう。そうか。で、私はイタリアでは、まあ、毎朝、まあ、ムリのビアンコとかパビジのビスケット食べてるけど、うん、日本ではあんまり言ってないから、ああ、たまになんか、ああ、このパビジとか、なんかムリのビアンコのビスケット食べたいなと思うけど、やっぱり見つけられない。あ、そう。うん。だからイタリアから持って行った方がいいと思う。日本でなくて困るものとかありますか？ありますよ。例えば、うん、なんか美味しい食べ物、うん、美味しい食べ物を見つけられなくてちょっと困ったことがありますよ。Okay. ね、うん、なんだろう。例えばいや、チーズはなんか、ね、うん、美味しいチーズは、まあ、見つけられるけど。ちょっと値段が高かった ね、うん、ね、うん、日本はチーズがものすごく高いのでイタリアでたくさん食べた方がいいと思います。そうだね、行く前に以上です。以上ですか。逆に日本ですごく助かるものってありますか？納豆。でも納豆は好きじゃない？好きですけど。好きなものある？うん、もちろん好きなものある。絶対日本からイタリアに帰ってくるときに持って帰るものとかは？ユニクロ？ユニクロの服とか、なんか化粧品？化粧品？化粧品？なんか日本の化粧品はめっちゃいいと思います。わかります。私も日本の化粧品はめっちゃいいと思います。で、なんかスキンケアのなんかパッキンとか、うん、イタリアってパックとかしないよね。最近はセーフォーラで。あ、そう、うん、じゃあ日本からイタリアには化粧品とユニクロ、うん、はい、お土産にどうぞ。はい。モートファーチレ。面白かったらチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバイ。